お、来た。よっしゃ、頑張るぞ。今回はね、結構練習したよ。結構練習したからね、多分勝つと思う。多分ね、ひたすら練習しまくったけど、ちょっと能力値が低かったけど、低かったからな、別のところのちょっと浮気しちゃったけどな、大丈夫か。お、きらめき高校。打て、うわー、頑張れ、もう一回。打て、よし、あと一回、あと一回やぞ。うわ、バカ。ほんとバカ。バカ野郎。もうちょっと練習が足りなかったんだな。よっしゃー。お、夏服じゃん。いいね。それより、今回どこ行くんだっけ、忘れたな。あ、そう、ゲームセンターだ。ほんとだね。じゃあ、中に入ろうか。きっと楽しいよ。そのデートする、もう6月過ぎてるから。もうデートする数が少なかったので完全に忘れてたというね。諦めずに頑張ろうよ。佐藤さん、ボタン押すの遅いんだよ。目が悪いんじゃない？そうだよね。一度やると失敗したからって諦めちゃいけないよね。そうだそうだ、このゲームだってそうなんだぞ。今日はすっごくはい。あの、これ17日？あ、プレゼントか。そっかそっか、誕生日変えたんだった。考えたんだけど迷っちゃって、もし気に入らなかったら捨てて。絶対そんなことしないよって。おーいめっちゃ逃げられた。よーし、佐藤さんとデート。どこだっけ。ここ。おい、違ってなくてよかった。全然覚えてない。あ、ボーリング場だと思ったら、くそ、この不良どもめ。よーし、デート来たぞ。お、そっかそっか、服装が違うんだ。あ、さくらさん、今来たところだよ、俺も。よかった。ああ、すごい人ね。とってもさくらさん、なんだか嬉しそうだな。俺も今にも走出しそうだよ。でも今日は浴衣だから。すごく似合ってるよ。でへへでへへ。ねえねえ、何に挑戦。ああ、喧嘩救いだな。うん、刀剣は無理だ。やるじゃん。よし、とりあえず6匹以上取れれば十分やわ。前取り、また来てくれよ。いや、でも下手になったな、ちょっと。よっしゃい。尊敬しちゃう。すごいでしょ。そうなの、こんなんで尊敬されるのも嬉しいもんだな。今日は楽しかったよ。やばい、かえでこちゃんがいなくなる。よいしょー、今回は遊園地に来てまーす。これが最後のデートになるかな。すっごくだ。そうだね。どこから？あー、観覧車。うん、じゃ早く行こう。イエーイ、早く行こうぜ。ジェットコースターでもよかったけどな、なんか好きそうじゃなさそうだしな。ただ回ってるだけで。あれ、これなんか前回も選んだ気がするわ。綺麗な景色だったね。まるで絵はがきみたい。うん、俺もなんかこれ言ったな。なんだか。で、パレードがあるんだよな。しゃー。正直もう結構ね、行ったんだよな、デートに。すごく綺麗だね。うえ、恥ずかしいけどな、俺はこんなに乗ったら。今日はそれじゃ一緒に帰り、一緒に帰ろうぜ。おい、合宿だぜ。燃えてるみたいで嬉しい。そうだね、怪我しないように。でも一生懸命頑張ろう。あ、はーい。あ、さくらさん、どうしたの？うん、いいね。やだってすごいね、これ。
じゃあ行こうか。花火大会なんて最高にハッピーだぜ。一層に見えるよ。あ、そろそろ始まるみたいだね。まあ、この辺は、まあ、前回と同じだな。で、こっからですよ。で、こっからね、11人攻略をした時と同じで、あの時めっちゃびっくりしたんだよな。グムービーだっけ？あ、違う。なんて綺麗なんだろう。うん。そう。ここからだな。花火もそろそろ終わったね。佐藤さんもそろそろ帰ろうか。あれ？どうしたの？あの、私ね。さくらさん、どうしたの？ごめんなさい。明日ね。うん、明日？うん。今日はとっても楽しかった。最高に楽しかった。だったらどうして泣いてるの？泣いてなんてないの？泣いてないって、さくらさん。さよなら。キスしろよ、主人公。おい、そこはもう無理やりでもキスしろよ。さくらさん、どうして泣いたんだろう。俺が気持ち悪いけどな。あ、匠、どうしたんだ。珍しく暗いぞ。知ってるか、さくらさん転校したんだってさ。 なんだって。え、どこに。今調べてる。マジかよっていうのがね、普通なんだけど、知ってるんだよな。最初びっくりしたけどな。来た、分岐点。皆さん来ましたよ、分岐点に。ここの修学旅行行く前に、セーブを必ずしておいてください。まずどっちからしようかな。じゃあ、今回は、悪い方から行こうかな。合わない程度。沖縄に行きます。もう完全に反対側に行こう。今日はクラスに分かれての、ずいぶんな、あ、そっか、同じクラスメートやったね。女の子誘うか。うわー、これ完全にあれじゃん。よし、あー、そうそうそう、ホムラの内好感度ちょっと上げとかな。うん、ウェイ、一緒に回ろうぜ。あー、危なかった。負けるかと思ったわ。一人で戦うからだぜ。あたしに任せてたらいいものを助けてもらうなんてな。あははははいやー、勝っても負けても最悪やったな。そしたら負けた方がもっと最悪やったかな。まあよしとしよう。お、ん、復活してる。あ、復活してねえわ。これであれだよな、これでどういう道に行くかだよな。これからは電話はもうできないのか。あ、あれだな、あれだあれだ、ずっと部活に入ってれば問題ないな。部活ぶち専用に頑張らんといけんな。じゃあちょっと、ホムラのイベントか、カエデコちゃんが出るまでカットだな。うん。お、来てる。了解。ああ、あったあった。こんな感じだよ。大門高校に転校してしまった。向こうでも野球部をしてると。おえー、電話しないとな。電話ときめきでマックスじゃなかったもんな。ちょっとびっくりしたわ。よっ、わ、これはホムラのあれやな。多分これ見たことあるんじゃないかな。ホムラではどうってほどじゃね。ああ、正当か。さすがカズ。何なんだこの二人。このやつはね、結構見るんだよな、普通の攻略してても。
勝手に。で、さ、カエデコちゃんの電話番号知ったので、ちょっと電話しようかなと思って電話したんだけど、これ電話だけなんだよな。もしもし、マオだけど。なんとなく声が聞きたくなっちゃってさ。そういえば、この間、学校で、おい。これ、何回かするだけで効果の上がるから楽だな。あげる。手芸。と言っても、佐藤さんは遠い遠い大門の空の下。後で郵送してもおこう。終わり。あー、これ聞きたいよな。どういう反応したか。あ、電話で聞けるんかな、もしかして。かえでこちゃん、僕のプレゼントどうでした？嬉しかったでしょ？もしもし、魔王だけど。そういえば昨日のテレビの、それはないのか。お、来た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 。間違って飛ばしたやつ。はい、魔王ですけど。私です。さくらです。お、さくらさん？そんな、全然俺から電話したけど、連絡先、転校先もわからないから。うん。あ、責めてるわけじゃないよ。今は佐藤さんの声聞けてるわけだし。ところで。うん、いつも通り元気だよ。昔とはちっとも変わってないよ。めっちゃ電話してたけどな。そうかな。なんだか声が男らしくなったみたい。うお、そうかい？ドキッとしちゃうな。こうして佐藤さんといろんな話をした。これときめき度を上げる方法って電話しかないよな。お、来た。年賀状は来てるんじゃないか、さすがに。お、来た。やったぜ。今から会えんのかな。無理か。一人で行こう。多分あげる方法は電話かこれであげるしかないよな。お、たくみ恋愛。佐藤さん、よーし。お、さくらさんからチョコが届いてる。俺のことちゃんと覚えててくれてるんだ。嬉しいな。後で電話しよう。よし、ホワイトデー返すぜ。さくらさん返そう。でもさくらさんは大門高校なんだよな。後で送信。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。